こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はニコンの AF ズームニッコール 7300mm F4 から 5.6G を紹介します。前回の動画でこちらの広角側 28-80mm を G タイプ最初のレンズということで紹介しましたが、今日はその相棒望遠ズームレンズになります。広角ズームレンズから1年後、2002年8月に発売されたレンズですが、望遠レンズとしてはやはり G タイプ最初のレンズということになります。おとといの9月21日は十五夜、中秋の名月でしたが、皆様観察できましたでしょうか。私は家のベランダから観察しました。南関東地方は夕方から曇り空で、今年はダメなのかなと思ったんですが、夜9時から1時間ぐらい綺麗に見ることができました。今流している動画は、今回紹介する AF ズームニッコール 7300mm レンズを使って、カメラボディはニコン 1V1、 テレタン 300mm の位置で焦点距離が 2.7 倍、810mm 相当で撮影しました。絞りは開放の F5.6 に合わせてあります。フル HD60i で撮影しました。小さいセンサーサイズのニコン1であれば、 300mm レンズでもこれだけ大きく月を撮影することができます。ニコン1とズームニッコール 300mm の組み合わせは最高です。月の大きさもちょうどよくって、動いている感じが撮影できますし、動画で見ると輪郭のにじみもなく、すっきり綺麗に見えます。10時過ぎにはこの状態、雲がかかってしまいました。手前の雲にピントと露出を合わせていますが、この状態では月の輪郭がにじみます。短い時間ではあったんですが、観察することができてよかったです。来年再来年も満月になるようなので、気長に待ってみようと思います。ダブルズームとして使われていたんだと思いますが、この2本並んで売られていて、両方とも1100円でした。今回紹介する望遠ズームレンズ、ガラス面を見てみます。するとちょっとカビが見える個体になります。ズームしてみます。レンズ中玉ですかね、2箇所カビが見えています。それほど大きいカビではないので、先ほどの月も後で出す作例もこの状態で撮影をしてきました。後ろ側のレンズを見てみると、カビや汚れは見当たらない、綺麗な状態です。この絞りバネが9枚バネの円形絞りなんですが、絞ってもまん丸なのが優秀です。ニコンの D600 に装着してみました。すごくかっこいいです。シャッターを切ってみます。問題なく使えています。で、オートフォーカスを使うためには、ボディ内オートフォーカスモーターが必要なタイプのレンズになります。で、今回 D600 をメインに、一部 D200、 先ほどの月の作例はニコン 1V1 で撮影してきました。作例を出す前にネタバレしてしまうんですが、このレンズちょっとにじみが気になるレンズでした。このレンズと同じ発売日に、上位モデルの ED レンズ付き 7300mm の D タイプが発売されていて、このレンズの希望小売価格が税別3万円だったのに対して、 ED レンズ付きの D タイプが税別5万2000円だったようです。 ED レンズ付きだとどれくらいにじみが解消されるのか、かなり気になっています。それではスペックを確認して作例を出していきます。主なスペックを紹介します。発売は2002年8月、希望小売価格は税抜き3万円です。レンズ構成は9群13枚、焦点距離が70から 300mm、 DX フォーマット、 APS-C センサーでは 105mm から 450mm 相当になります。最大絞りが F4 から 5.6、 最小絞りは F32 から45、最短撮影距離が 1.5m、 最大撮影倍率は 0.256 倍になります。絞りバネの枚数は9枚の円形絞り、フィルター径が 62mm、大きさは直径 74mm×長さ 116.5mm、 重量は約 425g です。作例を出します。廃車が進む東急田園都市線の8500系電車を狙って撮影してきました。 210mm 絞りは F8 です。ちょっと天気はいまいちでした。テレタン 300mm で白黒撮影しています。あと残り4編成となっていて、私と同じようにこの電車を狙って撮影している方が増えてきました。通過した後、後ろから、これも 300mm で絞り F8 です。天気は曇りですが、白黒で撮影するといい感じに撮影できます。カラー設定をスタンダードに戻して、テレタン 300mm、 右の電柱を見てみると、ちょっと糸巻き型の歪みが気になります。正面の電車は歪まずに綺麗に映っているように見えます。通過した後、後ろから撮影しました。この場所のこの構図がいつも電車に吊られて、水平が出せていません。 DX フォーマット、APS-C モードで焦点距離が 1.5 倍、 450mm 相当の作例です。
450mm 出せればこれ以上必要ないかなというぐらい十分な望遠撮影ができます。 8500系 電車の動画作例です。 95mm くらいの焦点距離で F11 まで絞って撮影しています。東急8500系電車は爆音電車とも言われていて、モーター音が大きいことでも有名です。この音が聞けなくなってしまうのはすごく残念な気がします。DX フォーマット APS-C センサーのニコン D200 で撮影しました。久しぶりに D200 で撮影してみたら意外とノイズが多いなと感じてしまいましたが、レンズは問題なく使うことができました。 250mm、375mm 相当で F6.3、 レンズに日光が当たる条件ですが電車はシャープに映っています。ただし電車の輪郭部分や背景の電線、電柱を見るとかなり滲んでしまいました。もう少し日が落ちた日没間近のタイミングで撮影しました。開放から約1段絞って F7.1、 絞りが効いたのか、もしくは日が大きく傾いたおかげか、にじみが気にならなくなりました。動画で撮影しました。動画はフルサイズのニコン D600 です。この日は水平線まで太陽が見える絶好の天気だったんですが、日が沈む寸前は太陽の動きが意外と早いです。左側の線路、下り電車がやってきました。夕日の横を電車が進んでいくこの感じ、すごくかっこいいです。右側の線路、上り電車をメインで狙っていたんですが、上り電車が来る頃には少し太陽が落ちすぎてしまいました。小田急線を撮影してきました。ロマンスカーエクゼアルファでワイドダン 70mm 絞り開放の作例です。台風が通過した翌日だったので空が綺麗に映りました。小田急8000系で巡航方向、 240mm 絞り開放の作例です。絞り開放でも巡航はかなりシャープです。ただし拡大して見てみると巡航方向の作例なのに紫のにじみが気になります。白いロマンスカー VSE テレタン 300mm 開放から1段絞って F8 の作例です。1段でも絞ってあげるとかなりキレが増してきます。拡大してみると1段分絞ったおかげかにじみはだいぶ解消されましたが、 F8 でも完全には解消されていないのが少し残念です。反逆光方向で小田急5000系テレタン 300mm 絞り開放の作例です。にじみは出てくるレンズなんですが、キレは良くて開放でもかなりシャープに映るレンズです。小田急線の動画です。ビビット設定で撮影してみました。かなり色が濃くなっています。ワイドタン 70mm で撮影しています。絞りは F8 で開放から1段絞っただけですが、だいたいパンフォーカスにピントを合わせることができました。ワイドタンが 100mm ではなくて 70mm 確保してくれているので、こういう撮影ができて嬉しいレンズです。 70-300mm のレンズは電車撮影で一番有効な焦点距離をカバーしてくれます。マクロの作例です。植物に止まっている虫を探して撮影してきました。テレタン 300mm 最短距離 1.5m で撮影しています。この緑の虫は何でしょうか。花の蜜を吸っている蝶、これは一文字せせりだと思います。近所の花壇なんですが、この花は蜜がたくさん出ているのか蝶が止まっているシーンをよく見かけます。口の管を花に突き刺して蜜を吸っているように見えます。この蝶は色が茶色でガの仲間と勘違いされやすいですが、羽を畳んで止まっているのを見ますので蝶の仲間になります。別の蝶も同じ花に止まっていました。ツマグロヒョウモンだと思います。ヒメアカタテハと見分けが難しいので間違っていたらすいません。焦点距離 300mm で 1.5m の距離から撮影しているので、蝶に逃げられることなくマクロ撮影を楽しむことができました。広角寄りの標準ズームレンズだと近づきすぎて虫が逃げてしまうので、望遠ズームレンズのマクロは虫を撮影するのにはちょうどいいです。ということでニッコール G タイプ最初の望遠ズームレンズを使ってみました。電車、夕日、月、花、虫と大活躍で楽しませてもらったんですが、ちょっとにじみが出るのが気になるレンズでした。上位モデルで同じ日に発売された ED レンズ付きがありますので、 ED レンズが付いてくるとどれぐらいにじみが軽減されるのか比較してみたいです。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンクレンズのレビュー動画を作っていきますので、また見に来てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。